極圏までおよそ800キロ、厳しくも美しい自然が存在する極北の大河に、川の芸術と呼ばれる北極イワナを求めて旅に出た。朝光初日、赤塚はファーストポイントで早くも念願のターゲットに出会う。よし、ヒットですね。なんだろう、なんだろう、食ったね。うわ、赤い。もしかしてもうレッドちゃん？ほんのりと赤く染まり出した北極イワナ。しかし、この魚体は旅人赤塚が狙うそれではなかった。今回もちょっと早いのかな。オレンジ色でしたね。いや、北極イワナは北極イワナですごく引いて面白かったし、まあいいんですけど、ただ もっと乗るんですよ。すごい色になるので、これをまあ明日うまいこといけばね、あの本命の川にはいるんじゃなかろうかという期待ですね。世界を釣り歩く旅人、赤塚健一がまだ見ぬ魚を求めて旅に出る。極北カナダマス釣り旅。極北カナダ朝光2日目、午前はレイクベラールの流入河川でブルックトラウトの釣りを満喫した赤塚。一年のうちの大半は雪で閉ざされてしまうこの地域、ツンドラの原野に生息する魚たちは自らの存在意義を示すかのように明るく輝いていた。さて、この後は湖でメータークラスのレイクトラウトを狙う予定である。 No shower, no good. 赤ちゃん、どうしたんですか？え、どういうことですか？あの maybe community in the town one night. あの明日、明後日とハリケーンが来ると。いや、参りましたね。次のロッジもあのそのハリケーンに食らっちゃうでしょうと。で、 あまりにもその風が強くて波が高いので船であの戻れない。スケジュールを前倒しにしてこのエリアを脱出する。なんか風出てきたね。これ始まってんの？もうあれ、あそこ雨ですね。間に合わなかった。すげえ風圧。こうやって、なるほどね。ハリケーンがやってくる予兆なのであろうか。前日のスコールのような雨といい、不安定な天候に悩まされる。とにかくこの湖から今日のうちに離れた方が良さそうだ。そしてロッジに戻る途中、湖上に浮かぶ島を発見。船を止めてもらい狙ってみる。あ、めっちゃシャローになってる。フォール。よし、そこのブレイクですね。
おお。バイト。イエス。ハマりましたね。どうやらこのブレイクラインにレイクトラウトが溜まっているようである。狙いのメータークラスも潜んでいることに期待したい。伸ばされてないね。ブレイクのピンですね。バイト。よし、乗った。あ、強い強い。点を曲げてますよ。このロッドは15キロとか20キロ来ても全然平気なんで。オフショアで GT の25キロとか取ってる人もいますよね。いいサイズ、よくなってきたかな。ちょっと良くなってきましたね。これ80ぐらいでしょ。良くなったね。すごく良くなりましたね。やったー。いやー、これはいいサイズじゃないですか今のところ。今回1ですね。もうあと20センチ。でも完全にレッドだけだ。大きく分類すると2種類生息していると言われるカナダのレイクトラウト。現地でグレイと呼ばれる大型化する個体が狙いだ。ああちっちゃいな。あ、そうでもないのか。曲げるな。同じクラスか。楽しいですね。すごいファイター。このラインですね。このラインのこれら辺だと多分フォールでもう当たった。あった。なんてすごいんだ。ケベック、アメイジング。フォールです。この場を去るのが惜しくなるほどの魚影の濃さ。ブルックトラウトと同様、この湖はレイクトラウトのパラダイスでもあった。僕たちにはアクティブチャーが待ってるじゃないですか。そう、旅の目的は婚姻色に染まった北極イワナと出会うことである。この一匹をもって旅前半のロッジ、フィンガーレイクキャンプを後にすることとなった。大荒れの海を船で走ることおよそ1時間30分。なんとか無事に目的地であるリーフリバーロッジに到着した。これは2つ目のロッジに到着しましたね。おそらくここは今満潮で、満潮じゃないとこう刺せてこれなかったと思うんですけど、辺150m とかまで潮がきっと引くんでしょうね。うん、干潮の時の絵が楽しみですね。およそ4時間後の映像がこちらである。そこからさらに潮位が下がり、船は完全に座礁してしまった。ここで釣りが成立するのか疑問なほどの潮位変動である。この日目指すのはリーフリバーの河口域に流れ出す小規模河川
マニックリバー。海から遡上してきたばかりのホッキョクイワナが狙えるというポイントである。果たして念願の川の芸術に出会うことができるのであろうか。早速河口域からチェックしていく。釣れそう。ここはいそうですね。早くもプールを発見した。いや、この規模だったら 3.9 フィートでもよかったな。チョイス。何か食いましたね。なんだろう、すごいピンクスポット。公開型のブルックトラウトであろうか。嬉しい一匹だが、狙いのそれではない。よし、こういう小さい5グラムぐらい。水深が浅いため、8グラムから5グラムのスプーンにウェイトダウン。チェイス、チェイス、ちっちゃいのがチェイス、チェイス。ああ、Uターン。またチェイス。あれ、もうちょっといいのがいないかな。よし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 。おお、すごいね。何なんすか。引くなこれ。あ、いいっすよこれ。よし、いいです、いいサイズ。やった、おお、強い強い。よし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 。おおほうほうほう、すごいランですねこれ。多分イワナだと思うんですけど。やった、これいいサイズ。よし、いるんだなこんなの。あ、川でこれはいいですね。太い。いや綺麗、すごいボディ、パンパン。ほらめっちゃ筋肉。すごい、こんなのいたんだ。すごいですね。へえ。今回の釣り旅は禁漁まで1週間を切ったタイミングで訪れている。水系を変えてもこのコンディションであったのだ。いや早いなと。これでシーランか。要するに、海から戻ってきた。これは赤いのは今回は出ない。確信しましたね。だが海から戻ってきたばかりのフレッシュなホッキョクイワナは狙えるはずである。再び同じポイントを探っていく。お、ドリフト中ですね。いや、このサイズがやっぱり多いか。そこを見て判断してあっち行くか決めます。潮位の変動を考えるとそう長くは釣りができないはずだ。取り急ぎ川と海のどちらで大型が狙えるかチェックしていく。でかい。でかい。
待って。なんだこれ、やっちゃった。よし、でけえ。あ、抜けた。あ、ネットがあればな。あ、1メーターぐらいあった。いや、すごいファイト。ざっくりこれぐらいでしたかね。最高はこれぐらい。いやー、すごかった。海から戻ってきたばかりのたくましいホッキョクイワナ、まさかのモンスタークラスであった。船を降りた場所の水が完全になくなっていたのだ。気がついたら船がいなくてですね、もう何キロ歩いてるんだろう。ほら、もともと湾の底ですね。湾の底を何キロか歩いてきました。で、とりあえず満ちてきた時のことを考えて、ちょっと左側に寄っておこうかなとは思ってるんですけど、まあそこに湾が見えるので、あの辺にいないとちょっとうまくないですよね。トラブル慣れしすぎて余裕すら感じる赤塚だが、あと1時間もすれば潮が満ちてくるはず。それまでの間にビリーを見つけられなければ我々は海底に沈む。とにかく海が見える方角を目指す。あれか。命こそ助かったが、次なる困難が待ち受けていた。ちなみに今氷点下に迫る、いや氷点下は行ってると思いますよ。マイナス気温のフル防寒でめちゃくちゃ寒いんですけど。満潮になるまでまさかの待機。汗が冷えて凍死しそうなほど寒い。つま先がもう感覚ないですね。指先もめちゃくちゃ寒いし、本当に雪降ってもいいと思います、基本的に。ビリーがムール貝を取ってきてくれた。ムール貝の取れたての刺身。うまい。これ日本でこうやって食わせてくれるとこないですよね。うまっ。ふと空を見上げると、この日もオーロラが発生していた。極寒の北極海でムール貝を食べながらのオーロラ鑑賞は辛いものがある。まあ本当に生きててよかったなっていう旅でしたね。体中がもうボロボロですね、はい、本当はね、夢でその真っ赤な、アークティクチャーを、過去3回とも狙ってるんですけど、どうしても今回に関してもまた2週間早い、うん、とかね、まあ、そういったことが例年だったら7月末とかですからね、8月前半とか。海があったかいんでしょう。こればっかりはどうしようもない。だからさらにまたチャレンジが、この旅が続きますね。